こちらにはね、十二沢パーキングの周辺案内です。まあ、今現在いるのはここですね。そして、遊歩道へ入って、あ、ここが鹿飛び橋ですね。もうここまでは行けてるんですよ。まあ、この先、まあ、この愛ですね。これが、松鳳来、見晴らし台です。まあ、見晴らし台なんで、まあ、この鹿飛び橋から、まあ、ここまで、まあ、一応時間としては30分って言われてますけど、まあ、かなりね、まあ、登りが、まあ、続くと思われますね。うん、こっからここまではね、まあ、大したことないんですけど、こっから先、要はね、この松鳳来から、まあ、ヤンバダムのね、まあ、下流、区体、まあ、これを見たいと思います。じゃあ何やともあれ、ちょっと急ぎましょう。あ、そちらがね、進行方向です。それではね、まあ、駐車場から、まあ、こちらがね、まあ、遊歩道、ハイキングコースの入り口です。まあ、時刻の方はね、まあ、正午8分ぐらい前です。じゃあね、まあ、歩き始めましょう。歩き始めてね、まだほんの2、3分です。ああ、今日はちょっと、まあ、思いのほか、休み休みになっちゃいましたね。まあ、とりあえずは早く、鹿飛び橋まで行かなくちゃいけないんで、まあ、頑張りたいと思います。今ではね、登りだったんですけど、ここからですね、まあ、手すり付きの、まあ、下りが続きますね。もう、この下った分はね、まあ、鹿飛び橋から先で、まあ、また登るんだと思いますけどね。そちら方向ですよ。大変だね。ね、眼下に黄色の橋が見えてきました。あの橋の、まあ、左の方。まあ、そちらからね、もう、未知の領域になりますからね。頑張りましょう。場所がね、まあ、4月1日から、まあ、どうにか通れるようになった入り口です。あと800メートル、松鳳来。ここですね。まあ、ここにはね、注意書きがあるんですよ。まあ、一部登山道に近いアップダウンがあります。まあ、靴、滑りやすい、鎖がある。まあ、そのような注意書きがあります。あと800メートル。なんとか行ってみましょう。未知の領域です。京都のね、撮影スポットすぐそこです。まあ、それが鹿飛び橋です。まあ、ここのね、まあ、渓谷が、まあ、狭まっていて、まあ、鹿がね、まあ、飛び越せるんじゃないかっていう、まあ、そんなことから命名されています。まあ、ここからね、まあ、八丁暗がりみたいな、そんな名前で呼ばれます。こんな感じですね。まあ、確かにアップダウンがあるんですよね。ここにはこんな大きなまあ石があるんですよ。こんな場所。まあ気温はね、寒くなく暑くなくちょうどいいです。何はともあれ松鳳来に目指しますね。明らかにね、険しくなってきました。そこにね、まあ、展望台みたいなのがあるんですよ。もしかしたらあれが松鳳来かね。まあ、そこに行くにはね、飛び越えるわけにはいかなくて、ぐるーっと、向こうの方まで行って戻る感じなんですよ。
まあ、きっとこれあれじゃないかな、どうでしょうね。あれなんですかね。まああれだったらまあいいかなって気がするんですけど、先ほどのね見晴らし台は、まあ、単なる見晴らし台みたいです。まあこういった、まあ、向こう側っていうかな、まあそこにもね、まあ、左から右にまあね沢があるんですけど、まあこれは吾妻川の支流ですよね。こんな本当にアップダウンだね。まあ下って登ってみたいな、で向こう側へ行って、まあ、ちょっとした見晴らし台は右にあるけど、まあ小蓬莱はまだ向こうみたいな、まあそんな感じですね。なかなか大変だよね。こんな感じ、よろよろっとしないでね。沢またぎ、こんなとこもあるんだね。まあ一応鎖場、ほう、絵になるね。こちらからねやってきました。まあ先ほど見えたね展望台はまあすぐそこにあることはあるんですけど、まあその分ですね、まあそこへはねここですね、立ち入り禁止。まあ、まだ工事中ということで、まあ、行けないことになっています。まあ、小蓬莱ルートはそちらです。おー、そういう感じなんだね。でも、もう峠は越えたのかな。こういった平坦な道ならいいんですけどね。帰った時にね、まあ、そこの橋なんかかけてる工事してましたよね。まあ、遊歩道が通れないんで、まあ国道の方からまあ見たんだけど、ああもう完成したんだね。まだ進行方向はそちらなんですけどね。もうそろそろだと思うんですけど、これは頑張らないといけません。そちら方向から歩いてきてます。まあここはすごい落ち葉の堆積、ここもちょっとしたまあなんて言うんだろうね、いや水の流れはあるんですね。いやーすごい。まあ今度は上りがしばらく続きそうです。この中これアリ地獄みたいに登ってこれないかもしれないね。怖いね。こちら方向からね。もう最後の上り坂だと思いたいんですけどね。まあにやかにまあ水の流れの音がまあ開けた場所にやってきました。あ、ダムのね下流なんですけど、水の流れがですねそっちのルートと、そしてまた向こうのルート、
二つに分かれてんのかな。こんな感じの流れ。この真ん中は、まあ、中洲的なものなんですかね。もう、そちら方向に行けば、小蓬莱があるはずですよね。あ、ちょっと歩く雰囲気。まだまだ続きそうですね。またね、そこら辺から下りが始まりました。ここはね、こんな感じで、あー、おー、なってかい。もうかなり歩いてるような気がするんですけど、まだまだなんですかね。はい、まだね似たような景色が続くんですけど、まあ今さっきもこんなところありましたよね。足元注意まあ確かに注意でしょうね。砂、まあ、先ほどは一筋の水の流れがありましたけど、まあ、ここはないです。あー、砂強い。多いね。そこから登ってまいりました。まあ、ここにはね、吾妻川の、まあ、支流です。こんな。よし。よし。これ水の量が増えると大変かもしれないね。まだ登るの？こんなに大変とは思わなかった。こちらからやってきてます。もうここへ来るとね、またこのような谷が目の前にあって、見えますかね、そこをずーっと、まあ登ってって、で今度は左へ行って、そこに人工的なものありますよね。あれが小蓬莱じゃないかな。まあきっとそうですよね。そこから八ッ場ダムの、まあ、下流側の区体が見えると思います。もう1時間以上計画しています。ね、まあ、最後の上り階段、まあ、まだ途中なんですけど、まあ、そこですね。風が強いので帽子を取りました。
烏丸教授自称新蓬莱（括弧小蓬莱）。この場所は標高が155メートルで、ランバダム天端の標高は586メートルである。ランバダムを真正面の高台から見ることができる唯一の場所である。小蓬莱はかつて吾妻川の川床であったが、地盤が岩盤で固いため、吾妻川の激流が数十万年の時をかけても浸食することができず、円錐状に残された。このため現在の水面より100メートルも高い箇所に、かつて川床にあった丸い石が残されている。なるほど。もうほとんどね、ダムの天端、まあ、586だから、まあ、555、まあ、31メートルぐらい、まあ、下なんですけど、やっと着きましたね。風が強いこと強いこと、まあ、ダムの方向から吹いてくるんで、すごい風切り音が入ると思われます。はい、吾妻橋を見晴らし台です。まあ、今はね、放流はないようです。すごい風切り音。はい、これが小蓬莱から見た山場ダム下流方向の区体です。あ、ちょっと 風がやみましたね。まあ、せっかくなんで音が静かな時にも撮影しましょう。はい、これが山場ダム小蓬莱からの下流方向の区体です。ちょっと食べてしまったんで、はい、エネルギーを補給しますね。これはホットのミルクティーです。
ではね、早めだと12サーパーキングまで帰りますね。なんか時間がかかると思いますけどね、まあゆっくりと歩けばなんとかたどり着くと思うんで、それじゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。